どうもミスアダラですけど、今回はこちらでございます。はい、こちらですね、ヤクルトスワローズの田口選手の動画を撮っていきたいと思います。はい、この田口さんがね、実はリアタイで超強いって噂されているんですよ。で、僕ね、前のね、なんかのマンスリーガチャかなんかで田口さんをね、手に入れることができたんで、今回はね、ちょっと田口さんの動画を撮っていきたいと思います。はい、まずですね、球種見ていくんですけれども、まっすぐ、スライダー、スローカーブ、フォーク、スロースクリュー、そしてツーシーム、カットボールですね。はい、まあパッと見た感じ、結構ね、変化量の大きい球種が多いなっていう印象だと思うんですよ。特にスライダーとフォークとスロースクリューですね、こちらの方が変化量全部4ありますんで、超大ピンチが出たら6曲がるんですよ。で、6曲がったらね、だいぶ落ちます。なんで結構ね、変化量大きいピッチャーっていう面では田口さんすごく強いなと思っています。なおかつそれにフォークとツーシーム、さらにね、打ちにくいとされていますスクリューですね、こちらの方持っていますんで、かなり強いですね。しかもね、先発の中継ぎ適性があるんで、僕はね、田口さん中継ぎで使うのをおすすめします。そしてね、中継ぎピッチャーっていうのはね、もう何枚折ってもいいんですよ。やっぱりスタミナとかね、減っていって、いろいろね、変えることができますんで、中継ぎはね、ほんまに何枚折ってもいいんですよ。はい、ということでね、今回早速ね、田口さんのね、配球の方を教えていきながら、ちょっとね、田口さんのね、使用動画やっていきたいと思います。で、これね、右上のエナジー見てもらうと分かると思うんですけれどもね、ちょっとバリュースカウトね、ちょっと50連回してきました。ちょっとだけね、軽く結果見てください。どうぞ。切り替えまして、ランク戦の方をやっていきたいと思います。まあ、先発ね、ダルビッシュさんでいきますけれども、まあピンチであったりとか、まあ中継ぎね、出せる場面になったらね、すぐ田口さんの方出していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということでやっていきましょう。はい、ということでね、相手の方ね、結構打率の方もね、高かったんで、ここでね、しっかりと田口さん抑えたらね、いい検証結果になるんじゃないかなと思っています。あ、ちょっと練習試合で配球の紹介するの忘れとったわ。まあ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 、いいでしょう。あ、ちょっとね、最近ね、中日純正の練習企画ね、100連勝企画を目指しているんですけれども、やっぱりね、ちょっとね、時間かかりそうなんで、ミラティブ配信とね、YouTube ライブの方で併用しながらやっていきたいと思いますんで、ぜひね、見たことないよということはね、ミラティブ配信の方も、フォローしていただいてね、ぜひ応援しに来てください。これ今12球団オーダーでやってますけどね、これはもちろんね、カウントしません、この試合は。はい、オッケーオッケーオッケー。しっかりとツーシームスプリットを見極めていく。いやー、ちょっと差し込まれたね。で、今ちょっとね、寝起きなんで、かなり、眠たいです。なんでちょっと、目が全然追いついてないな。ドクター X!さあ、オッケー、ナイスバッティング、イエーライト、うまっ、マジか。さあ、バースさんお願いします。
いやね、やっぱりね、バースさんね、4番に入ってからマジでね、打線に厚みが出てきましたね、本当に。え、なんで？なんか最近さ、タッチペ離れんねん、マジで。なんなんこの現象。いやー、ちょっと納得いかないですね。最近ね、低めのまっすぐタッチペ外れるんすよ、本当に。さあ、ということでね、ちょっと1点しか取れなかったんで、真剣に配球やっていきたいんですけど、まずダルビッシュさんでワンアウト目しっかり取っていこう。オッケー、ナイスボール。いや、ほんとね、ダルビッシュさんマジで強いっすね。はい。いや、強い、ほんとに。さあ、もう一人ぐらい行こうかな。いや、まぁ、ちょ、変えようかも。今日はね、田口さんの企画なんで、さあ、変えましょう。お願いします。はい、まずね、これ今、特殊能力、タイピンチね、出ていない状態ですけれども、まずはね、やっぱり引っ張り警戒にしてから、スロースクリューから入っていきましょうか。落ちるか落ちないか分かんないところで大丈夫です。はい、ちょっと今のはね、しゃあないですね。打たれちゃいました。まあ、ただね、このスロースクリューっていうのが、シンカーとかスクリューよりも、変化が遅いんで、そういった意味でちょっとね、めちゃくちゃ強くはないかもしれない。だから、どっちかというとこのフォークですね。前のね、岩熊さん、はい、来ました。タイピン出ましたね。前回の岩熊さんの動画でね、出したんですけれども、それと同様、やっぱり、フォークをうまくこと使うのが大切。そしてね、タイピン出ただけのこの、スライダーの変化量。そしてツーシーム。これも B になりますんで、D から。はい、素晴らしい。いや、ほんと強いと思う、これ。中継ぎで、こんだけね、変化量大きかったら、ほんと嫌だと思う。はい。いやー、いいね。いや、これは強いぞ、マジで。特にね、ランク戦なんかで、こういう球威はあんまりないけど、変化量の大きいピッチャーってね、本当に嫌なんですよ。もちろん大会でも使えると思うんで、ヤクルトの田口さんね、まあ、パッと見た感じね、多分皆さんね、あんまり当たりじゃないんかなって思っている方多いと思うんですよ。まあ、特に目立った強さがなさそうなんで、見た目ね。ただ、本当に大ピンチと、今のね、能力を見てもらうと分かると思うんですけど、ほんと強いんで、もう明日からね、完全移行か。完全移行もやってきますんで、ヤクルトでね、狙い回すのもありかなと思っています。今ね、村上さんと山田哲さんもいますんで、ヤクルトはかなりね、まあ当たり多いんじゃないかなと思いますね。田口さん含めると。さあ、OK。うまい誰村上さんさあ、今ね、日本シリーズ行われていますけど、本当にオリックス対ヤクルト、もうどっちが勝ってもおかしくない試合、毎回ですよね。もう本当にね、レベルが高い。素晴らしい試合ですね。さあ、ちょっとあと1点は欲しいな。ランク戦の1点はマジで誰でも取られるから。いやー、全然あかん。マジでちょっと寝起き。やったあかんわ、これ。さあ、チームメイト同士の戦いですけどね、これは。まずはね、通信部、ボール球でいいよ。はい、オッケーオッケー。で、まっすぐも見していきましょう。あ、いいね。うん、素晴らしい。で、迷った時はこれですよ、皆さん。覚えておいてください。はい、オッケー。いや、本当にね、時代は外角フォークっすよ。はい、もう迷ったらこれ投げときゃ、もう間違いないっす。はい。取れるね。はい、オッケー。もう結論から言うとね、もう田口さんが強いのはもう間違いないんですけど、外角フォークの時代なんですよね。特に千賀さんとか、ああいう変化量マックスじゃなくても、このね、4とか5とか6、これぐらいの変化量が本当に一番強い。いやー、まあ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 、しゃあないしゃあないしゃあない。さあ、ちょっとここね、一発浴びちゃうとあれなんで、しっかりとね、田口さんの場合はね、通信もありますんで、まあ岩隈さんもあるっすけど、こういう球種もね、しっかりと同じフォークの場所から投げていくと、強いんですよね。はい、田口さん最強です。はい、ということでね、田口さん使っていったんですけれどもね、もうこちらの方はしっかりと中継ぎの方に回していただいて、コキ使わせていただきますんで、これからもよろしくお願いします。皆さんもね、ぜひ田口さん使ってみてください。最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。